今500円ぐらいで買えるけど次の週見たらセールになってましたとか、ほんと偉いけど、まあ、逆もしっかりだけど、両サイドになってちょっとでかいじゃん。そこの間にカーセブンがあるのがポイント高いよね。まあね、あえての。すいたな。顔でかいなお前。これ毛ですわ。顔でかいなお前。四角に切るお前こうやってちょっと。この顔の周りを丸く切ったら面白いことになって、ほんとタヌキになっちゃった時はどうしようかと思って。反省した？これ反省してないよね、絶対。してない。じゃあ戻さなくていいか。してるしてる。してないよ、これ。なんか楽しそうなって。いや、ヒーヒーっていうか楽しくない。泣けばいいと思ってんだ。要求超えのシャツですな。泣くんだったら戻しません。泣かなくなったら戻してあげます。俺の手舐めたらいいよ。ダメです。ペロペロペロ。あ、いいんじゃない。ダメです。ポポビ俺はいいって言ってたからね。ダメです。あ、ダメだ。もう1回しか読めなかったから終了。ジェーの。あ、これ信号読めねえ。大丈夫かな。え、信号青だよ。あ、違う違う違う、あのもう赤になる直前かなってしょ。山だ。山だ、まだまだ、イエスイン。また日産があるよ。ねえ、多いね。ダイハツ。お前の車怪しいね。ほら、やだ。そんな漏れなくてもいい。いや、つけたくないんだよ。線を。いや、つけたくない。いや、これ気をつけよう。オリンピックだ。で、左曲がんだろ。大丈夫だって、湘南だから。ブー湘南だからって思ったけど全部湘南だったわ。あ、 RV を VR って言うんですよ。やめようお前は。ワンカワンカ吠えたらまた奈落行きだからね。次吠えたら奈落のモフちゃん。マリオ RPG すげえ。去年あたりの発売したゲームなのにもう1500円とか。人気なかったんだよっていうかね。じゃあ人気はあったんだけど、あのね、あくまでやっぱリメイク品ってそんなもんなんだよねって感じがする。全く同じなんだってスーパーファミコン。もうほとんど同じ。全く同じではないんだけど、もうほとんどそのスーパーファミコン版が出てたものに対してリアリティになったけれども内容は全然同じなんだって。もうほとんど同じって書いてあった。ニンテンドから出てきた人は入れてもらえなかったらかわいそうだよね。嘘にしないでやん。してないしてないしてない。前の車本当に記憶できてる。キックスじゃないこれ。書いてある。反射して見えない。多分キックスだと思う。でも日産だね。後ろの面が今お前さん来たら捕まえられるじゃん。なんか捕まえない。捕まえてくれよ。多分キックスだと思うんだけどな。平塚前からそうだよ。なんかこの辺ぐるぐる回ってるバイクに撮りしてる。もうずっと前だけど。それ認知症なんじゃないの。あなた本当にさ、何突っ込む言葉面白いよね。認知症だよ。何だって同じとこぐるぐる回ってたらもう認知症じゃん。で
いきなりさパトカーにさこうやってなんか、うん、ウィーンってなんかドア開けてさ、おまわりピーポーって意味なんか言ってる。認知症だからね。もうちょっと面白いこと言えよ。お前らこの野郎てめえよ。あ、お前また奈落行くぞ。終えたらいいのか。前の車ちょっと怖いな。だから車間距離開けないよ。開けてって。じゃあ開けてもこれなんだもん。もっとゆっくり行けよ。いや俺ほんと詰めてないからねこれ。だから急ブレーカーなんだろうね。いや混んでっから余計イライラしてんでしょ。知らんけど怖い怖い怖い。まあ、ちょっと今ウーで止まったから許してあげようね。そうそう、それだったらいいんだよお前。ワンまで行ったらお前地下にワンだからな。地下にゴーじゃねえ、うん、ワン地下にワン。つか町田のスタミナ太郎良かったのにな、なんで潰れたんだろう。結局行ってないけど。コロナ禍で飲食店は潰れるんだって。まあね、人手も足りなくなったから一気に。あそこの牛角って絶対潰れないよね。こちらには一回も行ったことないから。甘い牛角急ブレーカーするの。ほらこういうふうにブレーキしてくるのにやって怖いんだよこいつ。出してないよ。もうこの辺で止まる気持ちでいたのに。うん、怖いもん、こいつも。入ってくれてもいいよ。入りそうで入らないたまま。いいよ。入って。気をつけてね、前の車来てる時。来たな。お前を待ってた。前の車はマジで気をつけてね。お前を待ってた。うん、怖い。たまらんば。あれ、やっぱそう、そういうことなんだな。さっき話してたと。自分の運転に過信してるやつはハザードしないんだよ。サンキューサンザードです。でやっぱありがとうって気持ちで入って入れてくれ、入れさせてねって気持ちで行く人はああやってハザードするんだ。やっぱ運転に現れてるんだよそれで。よく分かった。それを踏まえてみるとね、なんか面白くなってくるよね。ほら前の車はね、多分こうやってブレーキするのはね、分かるもん。前の車本当に不定期にブレーキ踏んでくるの超怖いよな。マジタマナンバー同士頑張ろうぜ。あれめっちゃしゃいい。左の方に多分キックスって書いてあるんだね。なんか書いてあるけど、あの反射して読めないんだよね。あと暗くてバックスってね。おお。出袋がある。今感謝セールで安くなってるんだよね。ハッピーセットこれマリオ700円でやってんぞこれ強気じゃん。シークレットじゃねえ、これシークレットなのこれ。2つ出したよシークレット。あ、そう、2000円で出してるよ2つで。いらんへー。あー、ドンキーコン欲しかったな。キノピコってなんかすんげー嬉しくないの、なんでなんだろう。キノピオは嬉しいけど、キノピオ嬉しいけど、キノピコってなんか女の子なのに、あんまり嬉しくないの、なんでなんだ。キノコだから。キヨウケこんなとこにあるの。キヨウケキヨウケ。前このファミリーマートお店になったんだけど潰れちゃった。ピーチ姫なんか白い。
寿司100円